どうも、ラオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、ひと修羅と戦いたいと思います。創生のノーマルですね。そろそろ創生ハードに行こうと思いますので、とりあえずノーマルで戦ってみましょうか。それでは、いきますね。創生のね、イージー。一番簡単なやつ、セーフティーかイージーはないわ。セーフティーで戦ったことはあるんですけども、ノーマルはないんだよね。あー、マガツキ溜まってないか。まあいいか。で、パーティーこれでいきます。サタン、この花咲くや、カーリーで主人公ですね。サタン耐性が完璧で物理攻撃が強いで、この花咲くやはとにかくこの花の栄えで HP と MP を回復しつつ能力を上げていく。で、カーリーですね。物理攻撃力がものすごく高いので、アタッカーとして採用。さらに、耐性もいいっていうところでね、カーリーですよね。で、主人公は、少し前に動画出した通り、アタッカーもできるバッファーという感じですね。混沌の断りを基本的に使っていく感じでいきましょう。はい。まずそうね。ピクシーをまずやりたい。で、この花のサーカー A で、やぶさめでいいかな。まあね、とりあえずね、ピクシーまず早めにやらないとね、めんどくさくなるん で、主人公はとにかく混沌の断りで相手の行動を制限してあげる。まあ、どうせね、このバフ入れたところで確実に相手消してきますからね。うん、確実に消してくるんで、まあまあそれは仕方ない。 OK、 お、いいね。もう攻撃していこう。はい、 OK。 はいどうだ。もうデカジャーはね、もう必ずしてくる。もういい、それはもう諦めた。で、もうこいつらはもういいとして、ひと修羅にガシガシいけるよ。うん、あー、まあ回復は一回ねやられるちゃ思うけど、そりゃ仕方ない。うん、そりゃ仕方ないよ。混沌入れて、うん、全然効かん。あ、そういう感じか。なるほどね。まさかの時も思ってたけど、あ、そうか、もう出やすぎるんだ、敵が。ステータスを上げまくってるんで敵が弱すぎる。おお、ちょっと待って、結構耐久力あるね。はいはいはい、やっぱクリティカルが出ないとちょっと火力が足らない。おい、あ、でもそろそろザコ倒さないとまずいか。そろそろザコ倒していかないといけないね。ザコ処理もしつついきましょう。やぶさめ入れて、どうせ消されるからね。パスして、いや違う。おお、勝てえな。 OK、 もうめっちゃいいな。2つか。で、
思って、おお、やられなかったのね。やぶさめで、あー、いやいや、これは入れたい、本当はね、入れときたいのよ。ナイス、このターンで、クーフーリンやりたいね。クーフーリンを倒しておきたい。うん、トシュラも、もう結構半分近くまで、いや来てないな、来てねえな。ここで回復。じゃあバンさん来た。バンさんでも全然 HP 減らない、そんなもんか。 OK、 ちょっと長くなるな、こっからちょっと HP 削っていきます。そろそろ勝てますね。これね、ステータスマックスにしてるとバンさんも全然ダメージ受けません、全然受けない。なんで別に雑魚敵は無視してどんどんこちらに攻撃していって OK、うん、全く大丈夫。晩餐とか全然大丈夫だった。 OK、 あ、じゃあここでもうフィニッシュしたいと思います。決めようかな。いや、こんなステータス差があると違うんだね、うん、驚くほど敵が弱い。もうしていいよ。 OK、 もう確実だわ、勝てる。はい、余裕すぎ。難易度は、あ、間違えた、難易度は創世のノーマルでしたね。うん、いや、こんなに余裕か。はい、あと3体か4体ぐらいで、育成が終わりますので、そしたらば創世のハードに行こうと思います。ちょっとほんとね、ぬるすぎる。うん、まあステータスマックスならそうなんでしょうけど、はい、ハードに入っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。